今日は熱海のおすすめの観光スポットを紹介していきますね。静岡県の伊豆半島にある熱海市。500以上の源泉が湧く日本屈指の温泉リゾート地です。東京から新幹線で約50分とアクセスもよく多くの宿泊施設や観光スポットがあります。 予約をせずにフラッと立ち寄れる温泉もあり、首都圏をはじめ全国各地から熱海の湯を求めて観光客が訪れています。また、温泉以外にも名物グルメや珍しい博物館など様々な楽しみ方ができるのも熱海の魅力です。 日帰りでも、長期ステイでも、老若男女問わず、楽しめる熱海に出かけてみませんか。まずはじめに紹介するのは、家康の湯です。駅前でほっと一息。熱海のお湯を手軽に体験できる足湯が、家康の湯です。家康の湯は、熱海駅前にある天然温泉を使用した足湯です。 JR 熱海駅から徒歩1分という好立地で、料金不要で利用できるとあって、連日多くの人が利用しています。熱海温泉の玄関口で、ほっと一息つける癒しスポットの家康の湯は、熱海温泉と関わりの深い徳川家康を称える記念事業で作られました。 毎日清掃し、清潔で安心のかけ流しの足湯です。タオル販売があるのも嬉しいポイントです。足湯に浸かりながら今後の旅行の工程を考えたり、旅の疲れを癒したり、気軽に熱海温泉を満喫できる場所です。次に紹介するのは熱海銀座商店街です。 昭和レトロな雰囲気が人気の熱海銀座商店街。老舗店からカフェ、リノベーションされたおしゃれなゲストハウスまで多種多様なお店が軒を連ね、連日多くの観光客で賑わいます。こちらの歴史は江戸時代まで遡り、当時から熱海の中心地として賑わいを見せていたといいます。 一時期は過疎化の影響でシャッター街と化していましたが2010年代頃から昔ながらの商店街の良さが見直され再び人気観光地として脚光を浴びています創業150年の干物店が運営する食堂では伝統の干物と新鮮な魚介類を使ったランチが大人気です 新たな熱海名物となった熱海プリンの出来立てが味わえるカフェ店舗があるのもこちらの商店街だけです。次に紹介するのは熱海サンビーチです。リゾート地のような雰囲気が人気の近年最注目を集めるビーチエリアです。 ヤシナミキが続く砂浜は400メートルも続き、ポルトガルから送られたジャカランダの木が植えられた遊歩道と相まって異国情緒が漂います。日本初であるビーチの夜間ライトアップは世界的照明デザイナー石井元子氏の手によるものです。 ビーチ全体が月光をイメージした淡いブルーで照らされ幻想的な光景が広がります。毎年行われる花火大会は夏の風物詩で大迫力の花火を見ようと全国各地から多くの観光客が訪れます。 また、熱海サンビーチから南に続く浸水公園内にあるムーンテラスは地中海リゾートをモチーフに整備され、恋人の聖地として人気のデートスポットとなっています。次に紹介するのは悠遊バスです。熱海市街の周遊におすすめ。観光スポットを巡ることができる悠遊バス。 悠々バスは、東海バスが運行する、熱海市内各所巡りのための観光バスです。熱海駅を起点にサンビーチや、マリンスパ、熱海城など、市内の名所を巡ることができます。熱海の名所を網羅したいときは、バスが一日乗り放題になる、悠々バス、フリーキップ、一日乗車券がお得でおすすめです。 一日に何回もバスを利用できるので効率よく熱海の名所を見て回れます。また一部のバスでは悠々バスボランティアガイドの案内サービスもあります。熱海の魅力を知り尽くしたガイドによる面白くてためになるアナウンスが魅力です。次に紹介するのは木の宮神社です。 熱海の守り神として古くから信仰されている木宮神社。起源は1300年前にまで遡り、漁夫の網にかかった木像を祀ったのが始まりと伝えられています。境内に佇む大楠の御神木は樹齢2000年を超え、国の天然記念物にも指定されています。 全国2位の巨樹の認定も受けており、その太い幹を一周すると、1年、寿命が延びると言われています。夜のライトアップでは、小玉が宿っているかのような幻想的な光景が広がり、日本屈指のパワースポットとしても知名度を上げました。 毎年7月14から16日には、熱海最大の祭りである、熱海小菓子祭りが開催されています。木造を拾ったとされる大浜海岸まで、みこしが練り歩き、その迫力の光景を一目見ようと、毎年多くの観光客で賑わいます。次に紹介するのは、走り湯です。 1> 約1300年前に発見され、日本三大古泉の一つにも数えられている歴史ある源泉です。国内でも非常に珍しい横穴式源泉で、現在でも洞窟の中では毎分170リットルもの湯が湧き出ています。 山中から湧き出した湯が海岸に走り落ちる様が走り湯の語源となったともいい洞窟内を歩いてその様子を見学できます。横穴の中はさながら自然が作り出したミストサウナのような状態で自然の力に癒されると評判です。 源の頼朝が、源氏復興を願って浴びた温泉であることから、別名、出世の湯と呼ばれ、運気が上昇する、パワースポットとしても有名です。横穴のすぐ近くは、足湯になっていて、海から吹く潮風を感じながら、気持ちよく浸かることができます。 また、健康のご利益があると言われている、走り湯神社も合わせて訪れたいスポットです。次に紹介するのは、初島です。首都圏から一番近い離島、初島は、熱海からわずか30分で行けるリゾートアイランドです。年間を通じて、温暖な島では、マリンスポーツや温泉、充実したアクティビティが楽しめます。 一周約4キロほどの小さな島なため各名所は全て徒歩で巡れるのも嬉しいポイントです初島グルメを楽しむには港にある初島食堂がへ、島の漁師が営む食堂が軒を連ね水揚げされたばかりの新鮮な魚介をリーズナブルな価格で楽しめます 海の宝石箱と称される美しい海へのダイビング体験もおすすめです。ライセンスのない方でも安心して楽しめるようインストラクターによるサポートが充実しています。海鮮湯、島の湯の絶景露天風呂で疲れを癒すのも極上の時間となるでしょう。次に紹介するのは手ぶらで海釣りを楽しめる。 子供連れにもおすすめ、熱海港海釣り施設です。熱海港海釣り施設は、長さ260メートル、幅14メートルの釣りを楽しめる堤防です。春は、メバルやアオリイカ、夏は、アジやマダイ、秋は、イワシやカンパチ、冬は、カサゴやカワハギなど、さまざまな魚が釣れるため、釣り好きの方におすすめのスポットです。 釣りなどの道具を貸してもらえるため、初めての方でも手ぶらで楽しめます。なお、施設を利用した方に、釣った魚を料理してくれる和食どころが3店舗、寿司店が1店舗あるため、釣りを楽しんだ後に、美味しい料理を堪能するのもおすすめです。 また、子供用の釣り竿とライフジャケットの用意もあるため、お子様連れでも安心して釣りを楽しめます。次に紹介するのは MOA 美術館です。熱海の高台にある海の見える美術館として有名なのが MOA 美術館です。 国宝3点、重要文化財67点を含む約3500点を所蔵していて、貴重なアート作品に触れられます。また、数多くの東洋美術作品を所蔵していて、アーティスティックな空間の中で芸術を堪能できます。展示作品だけでなく、美術館そのものも芸術的で美しい作りになっています。 見どころも多く、エントランスには世界最大級の万華鏡や黄金の茶室が鎮座しています。地下エスカレーターの光と音のトンネルは壁面や天井の照明が色鮮やかに変化するグラデーションが楽しめます。日本庭園にある茶室やスイーツ店など館内には飲食店も多数あります。 一日中いても飽きないスポットです。海を一望できる眺めの良さや四季折々の風情を楽しめる日本庭園も見どころの一つです。今日は動画を見てくれてどうもありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。動画制作の励みになります。皆さんは日本のどんなことが知りたいですか ぜひコメントで教えてくださいね。後半の動画はネイティブ日本人が話す普通のスピードになります。漢字、カタカナに振り仮名はついていません。今日は熱海のおすすめの観光スポットを紹介していきますね。静岡県の伊豆半島にある熱海市。500以上の源泉が湧く日本屈指の温泉リゾート地です。 東京から新幹線で約50分とアクセスも良く多くの宿泊施設や観光スポットがあります予約をせずにフラット立ち寄れる温泉もあり首都圏をはじめ全国各地から熱海の湯を求めて観光客が訪れていますまた温泉以外にも名物グルメや珍しい博物館など様々な楽しみ方ができるのも熱海の魅力です 日帰りでも長期ステイでも老若男女問わず楽しめる熱海に出かけてみませんか。まずはじめに紹介するのは家康の湯です。駅前でほっと一息。熱海のお湯を手軽に体験できる足湯が家康の湯です。家康の湯は熱海駅前にある天然温泉を使用した足湯です。 JR 熱海駅から徒歩1分という高立地で料金不要で利用できるとあって連日多くの人が利用しています。熱海温泉の玄関口でほっと一息つける癒しスポットの家康の湯は熱海温泉と関わりの深い徳川家康を称える記念事業で作られました。毎日清掃し清潔で安心のかけ流しの足湯です。タオル販売があるのも嬉しいポイントです。 足湯に浸かりながら、今後の旅行の行程を考えたり、旅の疲れを癒したり、気軽に熱海温泉を満喫できる場所です。次に紹介するのは、熱海銀座商店街です。昭和レトロな雰囲気が人気の熱海銀座商店街。老舗店からカフェ、リノベーションされたおしゃれなゲストハウスまで、多種多様なお店が軒を連ね、連日多くの観光客で賑わいます。 こちらの歴史は江戸時代まで遡り当時から熱海の中心地としてにぎわいを見せていたといいます一時期は過疎化の影響でシャッター街と化していましたが2010年代頃から昔ながらの商店街の良さが見直され再び人気観光地として脚光を浴びています創業150年の干物店が運営する食堂では伝統の干物と新鮮な魚介類を使ったランチが大人気です 新たな熱海名物となった熱海プリンの出来立てが味わえるカフェ店舗があるのもこちらの商店街だけです次に紹介するのは熱海サンビーチですリゾート地のような雰囲気が人気の近年最注目を集めるビーチエリアですヤシ並木が続く砂浜は400メートルも続きポルトガルから送られたジャカランダの木が植えられた遊歩道と相まって異国情緒が漂います 日本初であるビーチの夜間ライトアップは世界的照明デザイナー石井元子氏の手によるものです。ビーチ全体が月光をイメージした淡いブルーで照らされ幻想的な光景が広がります。毎年行われる花火大会は夏の風物詩で大迫力の花火を見ようと全国各地から多くの観光客が訪れます。 また、熱海サンビーチから南に続く浸水公園内にあるムーンテラスは地中海リゾートをモチーフに整備され、恋人の聖地として人気のデートスポットとなっています。次に紹介するのは UU バスです。熱海市街の周遊におすすめ。観光スポットを巡ることができる UU バス。UU バスは東海バスが運行する熱海市内各所巡りのための観光バスです。 熱海駅を起点にサンビーチやマリンスパ、熱海城など市内の名所を巡ることができます。熱海の名所を網羅したいときはバスが1日乗り放題になる UU バスフリーキップ1日乗車券がお得でおすすめです。1日に何回もバスを利用できるので効率よく熱海の名所を見て回れます。また一部のバスでは UU バスボランティアガイドの案内サービスもあります。 熱海の魅力を知り尽くしたガイドによる面白くてためになるアナウンスが魅力です。次に紹介するのは木宮神社です。熱海の守り神として古くから信仰されている木宮神社。起源は1300年前にまで遡り、漁夫の網にかかった木造を祀ったのが始まりと伝えられています。 境内にに佇むオークスのの御神木は樹齢2000年を超え国の天然記念物にも指定されています全国2位の巨樹の認定も受けており、その太い幹を一周すると1年寿命が延びると言われています。夜のライトアップでは小玉が宿っているかのような幻想的な光景が広がり、日本屈指のパワースポットとしても知名度を上げました。 毎年7月14から16日には、熱海最大の祭りである、熱海古河市祭りが開催されています。木造を拾ったとされる大浜海岸まで、みこしが練り歩き、その迫力の光景を一目見ようと、毎年多くの観光客で賑わいます。次に紹介するのは、走り湯です。約1300年前に発見され、日本三大古泉の一つにも数えられている、歴史ある源泉です。 国内でも非常に珍しい横穴式源泉で現在でも洞窟の中では毎分170リットルもの湯が湧き出ています。山中から湧き出した湯が海岸に走り落ちる様が走り湯の語源となったともいい洞窟内を歩いてその様子を見学できます。横穴の中はさながら自然が作り出したミストサウナのような状態で自然の力に癒されると評判です。 源の頼朝が、源氏復興を願って浴びた温泉であることから、別名、出世の湯と呼ばれ、運気が上昇する、パワースポットとしても有名です。横穴のすぐ近くは、足湯になっていて、海から吹く潮風を感じながら、気持ちよく浸かることができます。また、健康のご利益があると言われている、走り湯神社も合わせて、訪れたいスポットです。次に紹介するのは、初島です。 首都圏から一番近い離島、初島は熱海からわずか30分で行けるリゾートアイランドです。年間を通じて温暖な島ではマリンスポーツや温泉、充実したアクティビティが楽しめます。一周約4キロほどの小さな島なため各名所はすべて徒歩で巡れるのも嬉しいポイントです。初島グルメを楽しむには港にある初島食堂街へ。 島の漁師が営む食堂が軒を連ね、水揚げされたばかりの新鮮な魚介をリーズナブルな価格で楽しめます。海の宝石箱と称される美しい海へのダイビング体験もおすすめです。ライセンスのない方でも安心して楽しめるようインストラクターによるサポートが充実しています。海鮮湯、島の湯の絶景露天風呂で疲れを癒すのも極上の時間となるでしょう。 次に紹介するのは、手ぶらで海釣りを楽しめる。子供連れにもおすすめ、熱海港海釣り施設です。熱海港海釣り施設は、長さ260メートル、幅14メートルの釣りを楽しめる堤防です。春はメバルやアオリイカ、夏はアジやマダイ、秋はイワシやカンパチ、冬はカサゴやカワハギなど、様々な魚が釣れるため、釣り好きの方におすすめのスポットです。 釣りなどの道具を貸してもらえるため、初めての方でも手ぶらで楽しめます。なお、施設を利用した方に、釣った魚を料理してくれる和食どころが3店舗、寿司店が1店舗あるため、釣りを楽しんだ後に美味しい料理を堪能するのもおすすめです。また、子供用の釣りとライフジャケットの用意もあるため、お子様連れでも安心して釣りを楽しめます。 次に紹介するのは MOA 美術館です。熱海の高台にある海の見える美術館として有名なのが MOA 美術館です。国宝3点、重要文化財67点を含む約3500点を所蔵していて貴重なアート作品に触れられます。また数多くの東洋美術作品を所蔵していてアーティスティックな空間の中で芸術を堪能できます。 展示作品だけでなく美術館そのものも芸術的で美しい作りになっています見どころも多くエントランスには世界最大級の万華鏡や黄金の茶室が鎮座しています地下エスカレーターの光と音のトンネルは壁面や天井の照明が色鮮やかに変化するグラデーションが楽しめます日本庭園にある茶室やスイーツ店など館内には飲食店も多数あります 一日中いても飽きないスポットです。海を一望できる眺めの良さや四季折々の風情を楽しめる日本庭園も見どころの一つです。今日は動画を見てくれてどうもありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。